はい、皆さんこんにちは。浦山ブッシュクラフト、今回はその1、バックソーを作ってみたいと思います。でですね、まあ、今日ちょっと天気悪いんですけれども、まあ、一応森に来てきます。ここは前回簡易シェルターの立て方、張り方をやった同じ場所を今来てるんですけれども、今まであんまりノコギリとかは何て言うんですか、話にあんまり出てこなかったんですけれども、まあここでそうですね、これからまあクラフトとかいろいろ入ってきますので、まあノコギリ一つ、紹介することを兼ねまして、まあやってみたいと思います。でバックソーなんですけども、まあ伐採用のノコギリになります。で刃はこういったものを使いますけれども、はい、でこれはですね、60センチの刃ですね。で伐採用ですので、すごく刃も粗いんですけれども、もちろんブッシュクラフトのフォールディングソーとか、折りたたみ式のノコギリですねとか、あと弓の子とか使ってもらってもいいんですけれども、まあせっかくなんていうんですか、クラフトということで何か作ってみようということで、で簡単に作れるもので使えるものということで、まあ伐採用のバックソーになります。まあこれで薪を切ったりとかね、いろいろ使えるんで、まあ、知っておいて損はないかなと。で本当にバックソーの場合、やり方知ってれば、パックしてくるのはもうこの持ってくるものはこのノコギリだけで、あとは斧とナイフがあればフレームは作れてしまいますので、そしたらノコギリになりますんで、もしかしたらこのノコギリの刃ちょっと手に入れづらいかもしれません。そうですね、日本だと多分薪ストーブを扱っているお店、ネットショップとかそういうところで見てもらえれば、多分買えると思います。必要なもの、ノコギリの刃ですね、とあと斧、今回はSA ウィッタリングのスウェーデンの、これはハンドハチェット、柄の長さ30センチのものですね、とあと適当な棒、これ今歩いてくる途中にたまたまちょうどいいのが、雪の重みで折れたのが、はい、ありましたので、それを今ちょっと拝借してきまして、まあ、斧の絵より少し太めくらいで、そこから加工すればいいかと思います。はい、一番最初に私が作る部分は、まずノコギリの刃を当てまして適当な長さ、これが横に渡す部分の木になります。これはノコギリの刃の長さよりも少し短いくらい、まあ最初はノコギリの長さで切って、そこから始めます。はい、で今ここに斧でスパッと、ノコギリの長さよりも少し長めに一つ目の部品を切り出しました。で2本目はだいたい、そうですね、自分の腕の長さで、指先から肘までの長さくらいですね、今だいたいこんな感じ、このぐらいの長さあれば十分ですのところで2本切り出します。でここはできるだけ太い部分を使ってください。ここはテンションが横からかかるので、荷重が横からかかる部分なので、できるだけ丈夫な太い棒を使うように。はい、これで部品、大まかなところ取れました。同じ長さの太めのもの2本と、横棒になる少し細めのもの1本で、これまっすぐの棒でもいいんですけども、後でまた詳しく説明しますけれども、今回はちょっと二股に分かれたものを使ってみようと思います。で持ち手になる2本は、これで今加工が大体終わりましたので、今度は真ん中のピースいきたいと思います。はい、大体こんな感じで、少
少し短めです。今度は、はい、このノコギリの刃をはめる、切れ込みを入れます。この木の棒の真ん中にナイフを当てまして、で、このようにバトニングで割れ目をつけます。で、こちらも同じようにします。はい、こんな感じですね。刃を入れまして、はい、このように入りました。で、この時にあの外側にあのこの刃のところにあの穴が開いてますので、その外側の穴が外へ出るようにします。穴に入る細い木の棒を用意してもらって、入れて、で、これであとはこうすればあのこれで止まります。このように置いてもらってですね、できるだけここが直角になるように置きます。そしたら今度この横棒を持ってきて、だいたいそうですね、こんな感じ、真ん中辺に持ってきて、で、長さを確認します。だいもうちょっと切らなきゃダメかな。でもあのまあ補助を少し切るので、このくらいで、え、大体この棒の真ん中辺に到達するくらいの長さで OK です。で、これから補助切りを始めます。はい、で、補助切りなんですけども、まずあのオスの方を先に切ってしまって、で、これに合わせてメスの方を切ると楽かと思います。で、オス切るのは横にあの真ん中に横に渡すつっかえ棒の方ですね。こんな感じの四角く切ってもらって、で、あとはこれに合わせて受けとなるメスの方を切ります。はい、今これで、こちら側だいたいこの半分くらいまで入ってますけども、がっちりとこれで止まりました。上下は多少揺れても OK です。反対側はこうなってますので、はい、こんな感じです。で、これから反対側を作ります。同じようにですね、ただこちら側は2本作りますんで、はい、今両方ほぞ切り終わったので仮組みしてみました。あ、こんな感じですね。ちょっとね、中心がずれてしまって、ここのところなんか半分だけかかってるんですけども、まあこっちがきちんとかかってるんで、これはまあ補助的なので、どの道、あ、こんなんで OK ということで、はい、まあ、これで今一度テンションかけてみます。はい、紐です。私が使ってるのはあのパラシュートコード、この幅のだいたい2倍くらいの大きさで、まあこう輪にしてもらって、で、この上のところへこうかけます。かけたらですね、1本この紐からこの中のつっかえ棒の距離よりも少し長めの棒を用意してもらって、これをつけてねじってテンションかけます。はい、今テンションかけ終わりました。
はい、ですね、結構すんなりと行きました。かなりしっかりと、うん、これで横から荷重かけてもたわんだりしないので、で、保存がきちんと入っているので左右の揺れで外れるようなこともなさそうです。はい、まあこれでいけそうなんで、ちょっと試しに、ここに今ちょっとこれがありますので、これを切ってみようと思います。もうギリギリですね。これ以上テンションかかんないです。これ入ってるよな。よし、持ちやすいかな。あ、こっちの方持ちやすいわ。こんな感じでいけました。本当にね、まあこんな簡単に今、そうだな、コーヒー飲みながらゆっくり作って、だいたい30分ちょっとかな、全部で、工程なので、まあそうですね、ちょこっとまあ道具を作るクラフトということでいかがでしょうかね。結構面白い、本当ね、ナイフなんかもね、トライスティックでしかやったことのないような切り込みとかや必要になってきますので、ほぞ切ったりとかですね、そうですね、場合によってはほぞの代わりに四角く切り落としてこうはめるっていうやり方もあります。スクエアリダクションを使うとか、あとね、サドルノッチ、こう軽くくぼませたノッチですけども、あれはここへ、今回使わなかったんですけども、こういうところへ使うと、このペグが、この止めのこの棒がこう滑って落ちていくようなこともないので、そういうのでこう固定して、紐のところも今回ちょっと省きましたけども、こう少し切り込みを入れてやるとか、まあそういう感じでね、できると思います。ではこんな感じで今回、裏山ブッシュクラフト記念すべき第1回目の、バックソー、これで完了となります。ぜひぜひ試してみてください。簡単にできますので。ではまた次回まで。